スピリティズムは、日本語では、大イでスピリチュアリズムを意味する。より狭い意味では、フランス語のスピラチザムの英訳で、1857年、フランス人、アラン・カルデックによって出版された、例の書に始まる、教義、信仰を指す。エスピリチズム、また創始者の名から、カルデシズム、カルデシズム、精霊主義とも呼ばれる。信者は、キリスト教の一派であると考えており、 霊界が良い資料、精霊の憑依を通して、イエス・キリストの愛と事前の教えを人類に思い出させるように働きかけているとされる。霊魂の不滅と転生霊的な進化を信じる。主にブラジルで信仰されている。なおスピリティズムは宗教と霊性、精神性などと訳されるスピリチュアリティとは異なる。再生と霊魂の進化を唱えるタイプの近代心霊主義の 初期の形態とも考えられる競技である。神の存在霊魂の不滅リインカーネーション霊界と物質界の間のコミュニケーションを原則とする。カルデックは、高齢の相手について正体を問うと、自らをスピリットあるいはジーニャスと主張したと語っている。憑依するのは主に、医師や作家など知的な職業の白人の霊である。カルデックは、 マテリアリスムの大義語として用いられていたスピリチュアリスムと区別するため、例の章の中でスピリティスムという言葉を用いた。神霊主義はカルデックによってセンチメンタリズムと合理主義を特徴とする一種の宗教となった。カトリックなど一般的なキリスト教とは大きく異なる教義であるが、信者たちはキリスト教の一派であると考えている。 また、スピリティズムのセンターに通いながらも、スピリティズムを宗教とみなさず、信仰はカトリックであるという人も多い。多くの信者は、スピリティズムを哲学や科学、あるいは道徳と考える傾向があり、彼らにとって目の前の苦難から逃れるための手段の一つとなっている。アフリカ色の濃い心霊主義的集合宗教運番だ、など、 アメリカ先住民やアフリカ人の信仰などとスピリティズムが混合した心霊主義の宗教も派生している。宗教学、宗教統計ではスピリティズムはハイスピリティズム、ウンバンダなどのアフロブラジルの心霊主義はロースピリティズムと呼ばれ区別されている。教義である最重肉の思想はアングロサクソン諸国ではそれほど受け入れられなかったが、訂正から 共和制の移行期にあたる19世紀末から20世紀初頭のブラジルに移植され、19世紀末までにはブラジル南東部に伝えられ、現在ではブラジル各地の都市の中産階級を中心に広がっている。移植期のブラジルは奴隷制が終わり、政教分離によってカトリックは国境の位置を創出し、ヨーロッパをモデルとして秩序と 進歩を標榜し新たな国家建設を目指していた時代だった。ダーウィニズムの社会進化論に裏付けられた秩序と進歩の思想法は一般的に科学と宗教を決別させるが、スピリティズムでは科学と宗教が不可分なものとして統合的に扱われており、欧米化、近代化と相性が良い。表意するのは主にインテリ白人の例で黒人奴隷や 先住民インディオの祖先の霊が憑依するロー、スピリティズムをスピリティズムの国家であり、交代的だとして別視してきた。人が神によって作られたゼロの点では、あらゆるエスピリトは不完全なものだったとし、この世の不平等は、転生を繰り返しながら自由意志によって行動した、結果、悪をなせば進化せず、善をなせば進化するため、霊的進化の度合いの差が開くためであると考える。 平等主義やユートピア思想と神話性が高く、ブラジルでは信者に奴隷解放運動に参加する者が多く、彼らは政治的、社会的変動期のブラジルで同じ改革派の仲間として、フリーメイソンや共和主義者とつながりを持っていた。ありがとうございます。